阿久根市の芋焼酎でぬばたまです。大石さんが作ってますね。まあ、大石さんはね、芋焼酎の中ではかなり有名な蔵なんですけども、まあ、ちょっと黒いラベルが特徴的ですが、紅薩摩と、白豊かの原酒をブレンドして作ってるんですけど、味としてはね、何ですかね、最近夏焼酎ばかり飲んでいったせいか芋っぽく感じます。ただおそらく普通の夏ではない芋焼酎と一緒に飲んでいたらそこまでではない辛口の部分に入るんじゃないかなと思いますね。まあ、ちなみに、このぬばたまっていう意味なんですけども、黒い種ですね。意味ちょっと意味わかんないですよね。雪だるまとかに目をつけるときに赤い、ま、あの種みたいなのつけるじゃないですか。あれの黒バージョンを、ぬばたまというみたいです。